この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています音声だけですので耳だけ貸してください今回紹介する本はチキリンによる自分の時間を取り戻そうという本ですこの本を読んで印象に残った部分を紹介しますそれでは始めていきます自分の時間を取り戻そうこの本のタイトルは仕事や家事 育児に多忙な日々を過ごしているすべての皆さんへのメッセージです忙しすぎるという問題の本質問題1長い時間働くことによって問題を解決しようとしている問題2すべてのことをやるべきことと考え 全部やろうとしている。何もかも完璧にやろうとしている。問題3。不安感が強すぎて、ノーと言えなくなっている。問題4。とにかく頑張るという思考停止モードに入ってしまっている。本質的な問題。 毎日毎日忙しすぎると感じている人たちもまず問い組むべき本質的な問題は生生産産性性をを上上げげるるここととでですす本来の意味での生産性とは仕事だけでなく家事から育児趣味からボランティア勉強に人付き合いからコミュニケーションに至るまで。 生活ののののあらゆるるる場面において、その成果を最大化すす。ための鍵となな概念なのです生産性とは、時間やお金など、有限で貴重な資源と手に入れたいもの、つまり成果の比率のことです。ここでは、希少資源がどの程度有効活用されているかという度合いだと考えてください。 時間やお金などの有限で貴重な資源がどの程度有効活用されているかという度合いのことです。私が今、生産性について理解しましょう。生産性を上げましょうと進める理由は、さっさと仕事を済ませ、効率のいい生活を送りましょうと言いたいからではありません。物事を、 生産性という視点で見る癖をつけないと、これからの社会において正しい方向判断ができなくなると思うからです。何をやるにしても、自分の貴重な資源、時間とお金を最大限に有効活用できる生産性の高い方法を見極め、可能な限り高い成果を得る、そういう方法を身につけないと、 やりたいことをすべてをやれる人生は手に入りません大事なことは日々生産性を意識し仕事や生活の生産性を高める方法をトライアンドエラーで身につけていくことですストレス解消法もコンサートやカラオケで大声を出せばストレスが吹っ飛ぶという人 甘いものを食べるとすぐに満足できるという人大量の買い物をするとすぐ気分が晴れるという人など人によって生産性の高いスストレス解消法は異なります。だから自分にとって最も生産性の高い方法を理解しておき落ち込んだ時やイライラが募った時に意識的にその方法を使えば気分転換やリラックス感といった手に入れたい成果を 高い生産性で手に入れることができる,できるのです今自分が手に入れたいものを手に入れるための最も生産性の高い方法は何なのかと問い続けていれば何をすするにも生産性がどんどんん高くなります手に入れたいのは物理的なものではなくものだけではなく安らぎや気分転換であったり 革新的ななアアイデアやユニークな発想でであっても同じです何を手に入れるにしても生産性の高い方法と生産性の低い方法があるのですからこれを手に入れるための最も生産性の高い方法は何だろうと常日頃から意識的に考える癖をつければ限られた時間やお金そしてエネルギーを最大限に有効活用でき 欲しいもののを手手っ取り早くにに入れられらるるようになるのです。生産性が高くて良くない理由など存在しませんビジネスパーソンだけでなく芸術家や福祉に携わる人専業主婦なども含め誰であれ生産性を上げて損をしたりはしないのです 私はこれまでたくさんのできる人と残念な人を見てきました。その違いは専門性の有無でも稼いでいる額の,額の差でも成し遂げたことの大きさの差でもありません。それはまさに生産性の差なんです。言い換えればできる人とは圧倒的に生産性の高い人であり残念な人とは 自分と周囲の人の時間を平気で無駄にする生産性の低い人のことなのです私はすべての人に転職を進めているわけではありません進めているのは継続的に生産性を上げていこうということだけです長年一つの組織で働くことに問題があるのではなくそうすることで 自分をその組織に最適化させてしまい生産性は上げない方が得などというめちゃな結論に達してしまうことが問題なのです30代になってまだ一度もこの前と同じレベルの成果を出すのに次は前回より3割働く時間を減らしたいそのためには仕事のやり方をどう変えればいいんだろうと 考えたことのない人はマジでそれはとてもやばい状態なのだと理解してください生産性を上げようと考えたことがないのは致命的なことなのです皆さんできる限り生産性を高めましょううちの会社では生産性なんて上げても評価されないとか生産性なんて上げたら損 俺には無関係などと言っている場合ではありませんこれからも今までと同じやり方でずっとやっていけばよいのだという態度ではなく継続的に生産性を上げていくことこそが自分の身をそして自分の会社を守ることにつながるのですお金と時間は両方とも見えるかしよう この2つには大きな違いがあります。それは、お金は見えやすいが、時間は見えにくいということです。見えにくい時間は、見えやすいお金に比べてしばしば軽んじられます。有限感の持ちやすいものは、そうでないものより貴重に感じられるからです。お金と時間は、 個人にとって最も貴重な資源ですだからそのいずれについてもできる限り大切にすべきですそして時間を大切にするために最も気をつけるべきことは自分の時間を簡単に売らないことです残業代を得るために時間を売るのが良くないのはそういうことをしているとお金が手に入るなら人生の時間が減っても気にならないという 労働時間投入型の考えに詰まってしまうからですそんなふうに考えていると自分の時間はどんどんお金のために売れば良いものになり下がってしまいますこれは人生を安く叩き売っているのと同じですどう付加価値をつければ自分の貴重な時間を高く売れるかという発想につながり その人のの人時給を上げていくででですすきるるだけ有有効に使おうと考える方が有益です価値あるお金の使い方を意識するようになると自分は何にお金を使うと楽しく暮らせるのか何にお金を使うと最も幸せな気分が得られるのかが分かるようになります。 そして自然とそれら大事なことにお金を使うようになり反対に無駄遣いが減って貯金もできるし生活も楽しくなるのですお金を有効活用するというのは貯金を増やすということではありませんできるだけ大きな価値を自分に与えてくれるものにお金を使うということです大事なのは無駄遣いを減らすことではなく 価値ある資質を増やすことなのだということを忘れないようにしましょうそれがすなわちお金の生産性を上げるということなのです生産性が高い生活とは時間やお金など人生の希少資源を最大限有効に活用し自分が欲しいものを手に入れる生活です 理解します生産性が高い生活とは時間やお金など人生の希少期限を最大限有効に活用し自分が欲しいものを手に入れる生活です私たちが大事にすべきなのは過去ではなく未来です。今のの時点で保有しているる資資源を何に投資するのか 最も生産性が高いのか、つまり自分が欲しいものが手に入りやすいのかそういう視点で考えてこそ過去に縛られない生き方ができるのです豊かな生活とは希少な資源を最大限に有効活用し自分が欲しいものをできる限りたくさん手に入れるという生産性の高い生活のことです。 でも肝心の欲しいものを見誤ってしまってはいくら希少資源を投入しても手に入れることはありません自分の時間を自分の手に取り戻すためにも自分が欲しいものと自分今の自分にとって最も希少な資源の2つをまずは自分自身でしっかりと理解しましょう自分が欲しいものと 今の自分にとって最も希少な資源の2つをまずは自身でしっかりと理解しましょう生産性はインプットつまり希少資源とアウトプットつまり手に入れたい成果の比率として計算されますつまり生産性とは投入した希少資源 これは時間やお金などに対する成果の割合であり、気象資源がどれくらい有効に活用されたかというレベルを指す指標なのです。生産性を上げるためには、インプットを減らせばよいのです。具体的には労働時間を減らす、家事や育児に使う時間を減らす。 学生なら勉強時間を減らすことが生産性を上げるのに役立つのです誰にでも同じことができるというつもりはありませんが投入する時間を制限することが生産性を上げるための鍵であることは間違いありませんインプットを制限する多忙な生活を脱してゆとりのある生活を手に入れたければ そして、できる人になりたければまずはここからスタートする必要があるのですインプットを制限するここからスタートする必要があるのですインプットを制限する具体的な方法その11日の総労働時間を制限するまずは今の仕事を特定の時間で終わらせると決めてしまいましょう その2、業務ごとの投入時間を決める。総労働時間だけでなく、個別の仕事に使う時間も決めてしまいましょう。生産性を上げたければ、予定表を見たときに、ありえないと思えるような予定表になっていないと意味がありません。これなら何なとかなるかな、と思えるような予定表では効果がないのです。 だからどの仕事にも割り当てない時間をたっぷりと確保し、各仕事はこんな短い時間ではとても無理という状態にしてから、その時間内で終わるやり方をゼロベースで考える、これが生産性を上げるための秘訣なのです。その3、忙しくなる前に休暇の予定を立てる。 休暇の予定を先に入れるのは休暇を取るためではなく生産性を上げるためなのです。カジ場のバカ力という言葉があるように自分で自分のお尻に火をつけることで余裕が残っていては発揮できない力を自分から引き出せるのです。休暇の予定を早めに入れる目的は休暇を確実に取ることではありません。 目的は、自分と周りの人の生産性を高めることです。そしてその目的を達成しながら、おまけとして休暇の取得も実現するのです。その4、余裕時間をたくさん確保しておく。たとえ数時間でも余裕時間が確保されていると、生産性の向上以外にも様々なメリットがあります。1つは、 突発的なな事態にに落ち着いて対処でできるるようになることです。もう一つは直前に飛び込んでくる興味深いイベントにも参加できるようになることですその後仕事以外のこともスケジュール表に書き込む自由度が高いと時間が自由になるのではなく 自由度が高いと時間の管理がより難しくなるつまり時間管理により高いスキルが必要になるということですそしてそれは、えー、会社員にとっての自由時間である休日や勤務後の時間に関しても同じですやりたいことの予定を先にカレンダーに入れてしまいます早めに友達を誘って 前売り券も買ってしまいその上でその予定が問題なくこなせるよう知恵を絞るのですやりたいことの時間を全て確保してしまったらその後でやらなければならないことに割り当てる時間を決めますここでも大事なことは時間が全く足りないことを視覚化することですカレンダー上ではやりたいことの時間を先に確保しているのでやるべきこと にかけられれる時間はは必ず足りりななくなりますすここででそれがポイントですビジネスで成功している人の多くが若い頃の一時期ものすごく忙しい働き方を経験しています。これを若い時に苦労したから成功したのだだから苦労は買ってでも体験しろという人がいますがそれは間違いです。 正確に言えば彼らはものすごく忙しい生活の中で生産性の高い働き方を身につけたのです。そしてそれが後の成功につながっているのです。必要なのは苦しい思いという意味,の意味での苦労ではなく生産性を上げる機会なのだということを忘れないようにしましょう。 無駄な時間を減らすための具体的な方法。その1、すべてをやる必要はないと自分に断言する。すべて,ての仕事をやる必要はない。どうしてもやらないといけないこと以外はやらない。と決めることで、それはどれかという優先順位を考える発想が強制的に生み出せ、かつ、 最初に最も重要な仕事に時間を使うという生産性の高い時間の使い方が実現しますそれはとても当たり前のことなのに最初から全てをやろうと考えているとなかなか実践できないことなのですその2まずやめる最初にやらないと決めてからやらなくて済む方法を考えるのが 時間を捻出するポイントなのですやらないと決めてからやらなくても済む方法を考えるのが時間を捻出するポイントなのですその3最後まで頑張る場所は厳選する途中でやめることに伴う意味のない罪悪感にとらわれず学びの生産性が低くなってきたな と思ったら、これは本当に自分にとって希少資源である時間を投資すべき分野だろうかと考えましょう頑張り続けるのではなく、ここは自分が頑張るべき分野なのかと考え厳選すること、それが重要なのですその四、時間の家計簿をつける 次、日本を含めた先進国の生活はとても便利で豊かに見えますしかし生産性という観点から見直すとそれはまだまだ生産性の低いあまりに無駄の多い社会です反対から見ればこれは大きなチャンスだということでもあります通勤時間も病院の待ち時間も渋滞中の運転時間も つまらない授業をずっと座って聞いていなくちゃいけない時間も現金が足りないと言って ATM も探す時間もスーパーでレジに並ぶ時間も本当に無駄な生産性の低い時間ですスマホの普及によって通勤時間の生産性も少しは上がりましたが多くの人が電車の中でスマホゲームに興じているのはゲームが面白いからというよりは 通勤時間内の生産性を上げる有効な方法が他にないからでしょう会社に着いたらやらなければならないこと帰宅後にやらなければならないことが通勤中にスマホでできるようになれば多くの人はゲームの前にそれをやるはずです時間だけではありませんものも生産性も非常に低いです 家にも学校にも病院にも会社にも使われない時間が非常に長い家電やや備品ススペースがたくさん残っていますこれからは空き時間空きスペース空き道具空き才能などあらゆる有効されて有効活用されていないものの生産性を上げるビジネスが生まれてきます。 生産性が何十倍にも跳ね上がる仕組みやサービス、そして商品が実現すれば、私たちの生活は今より格段に豊かなものになるでしょう。一生懸命頑張るのは悪くありませんが、頑張らなくても高い成果が出せる方法を考えつく方が素晴らしい。 とといううことをししっかり理解すべきでしょう毎日2キロ離れた井戸まで水を汲みに行く途上国の子どもたちを見た時「一生懸命働いて偉い」と褒めるより「蛇口をひねればすぐに水が出る環境を整えるべき」と考える方がよほどまともなのです生産性が高くなるということは 限られた希少資源が最大限に活用され、今より何倍も大きな価値が生み出されるということです。それにより、今よりずっと安い値段で、今よりははるかに高い価値が手に入られるようになります。社会の生産性が上がって得をするのは決して強者強者つわものだけではありません。すべての人がより豊かな生活を手に入れるためにも。 社会の高生産性のシフトはとても重要な役割を果たすのですそれよりも週休3日制の実現などで休みが増えれば個人としてて生ききる時間が増えていきます。最初は趣味や家族に時間が増えて嬉しいと思いますが一生の間で合計すれば週1日の休日の増加は膨大な個人としての人生の拡大を意味します。 職業人としてではなく個人としてどのような生活を送りたいのか仕事以外では人生の時間を何に使いたいのか今よりはるかに強く生きる意味について問われる時代がやってくるそれこそが高生産性社会を迎えるにあたって多くの人が直面する本当の課題なのかもしれません。 最後にに終わりにからです仕事を辞めようかどうしようかと半年も1年も悩んでいる人は大抵ダラダララモードに入っていますそのモードであれば1年でも2年でも場合によっては5年でも10年でもブツブツ言いながら働けてしまいますしかしそんなことを続けるのは人生の無駄遣いに他なりませんそういう人はごく短期間でいいので 今よりぐっと生産性を上げてみてみくださいそうすれば自分がそれをどれほど嫌いか好きかすぐに分かるはずですもう一つ生産性を意識すると人生の希少資源である時間やお金を自分が本当に手に入れたいものだけ,にだけのために使えるようになりますみんなが当たり前のように持っているものでも世間的にすごい 素晴らしいと言われるものでも自分にとってそこまで大事でなければ貴重な時間やお金を投入することをやめられるようになるのですなぜならみんなと同じをやっていては自分がやりたいことをやるための時間もお金も足りなくなるからですみんながやっていることを自分だけやめるのは躊躇しますよねでも生産性が低,、えー、低すぎて 人生の時間が無駄になると分かればやめる決断も簡単になります今回は以上になります最後にもう一つですやりたいことがすべてできる人生を手に入れてほしいのですでも生産性を上げようと真剣に取り組むとその過程で私たちはたくさんのご褒美を得ることができます それはいつの間にか成長できていることやりたいこととそうでもないことが明確に区別できるようになることそして自分の人生の希少,、えー、希少資源の使いとに対して他人の目が気にならなくなることです生産性の高い生活とは決してドタバタと忙しいギスギスした生活ではありません それは自分の人生の希少資源を自分自身が本当に手に入れたいもののために最大限有効に活用する自分の人生を取り戻すための方法論です皆さんもぜひ生産性を高めやりたいことを全部やれる人生を手に入れてくださいそれこそが高生産性シフトの時代において自分の時間を自分の手に取り戻すための 最良の方法なのです今回は以上です